BRP ロータックス有限号主会社はオーストリアのエンジンメーカーである。一般的には単にロータックスと呼ばれる。ボンバルディアレクリエーショナルプロダクツの製品のエンジンを製造していることで知られており、また4ストローク、2ストロークを問わず様々なオートバイ、カート、軽飛行機用のエンジンを生産している。過去50年間に350以上のモデルのエンジンを600万台、 以上生産している。1920年、ドイツのドレスデンにロータックスベルク社として設立されたのが最初である。1930年にフィヒテルザックスに買収されて活動拠点をシュバインフルトに移したが、1943年にはオーストリアのベルスへ移り、最終的に1947年からは軍スキルヒエンを拠点としている。1959年、 ロータックスは、ウィーンに本拠を構える自動車や鉄道車両のメーカー、ローナーベルケと合併し、ローナーロータックスとなった。1962年には、最初のスノーモービル用エンジンを作っている。そして1970年、ローナーロータックスは、ボンバルディアに買収され、ボンバルディアロータックスとして、当時は同じボンバルディアグループ参加にあった BR、BRP の ATV。 パーソナルウォータクラフト、スノーモービルへのエンジン供給を開始した。かつては2ストロークエンジンだけを製造していたが、1982年を境に4ストロークエンジンの製造を始め、1989年にはタイプ912が航空機用エンジンとして形式認定を受けている。2003年、ボンバルディアがレクリエーショナル車両部門の売却を決定し、 BRP がボンバルディアグループから独立する。ロータックスは BRP の子会社として BRP ロータックスとなった。2008年にはビューエルのオートバイのためにヘリコンと呼ばれる 1125cc の水冷4ストローク72度 V ツインエンジンを製造した。ロータックスの主要製品であるスノーモービル用エンジンは2ストローク、4ストローク、3気筒から3気筒まで。 排気量では 270cc から 1500cc まで27馬力から150馬力までと多種多様なラインナップが揃えられている。ロータックスがリリースした4ストロークエンジンはパーソナルウォータクラフト用エンジンの世界的なトレンドを作り上げた。現在ではパーソナルウォータクラフト用として2ストロークと4ストローク、2気筒と3気筒。 130馬力から300馬力までのモデルがある。ATV 用エンジンとしては、水冷4ストロークの短気筒モデルと2気筒モデルがある。排気量は 400cc から 800cc まであり、チェンジペダル付きのギアボックスを持ったものと CVT のものがある。タイプ810はスノーモービル用エンジンとしても使われている。軽飛行機や ウルトラライトプレーン用のエンジンを製造している。ありがとうございます。